R&P はかつてホンダ技研工業が製造販売していた原動機付き自転車である。走行機能だけでなく想像する喜びをプラスしたデザインスペースと行動範囲を広げる積載機能を拡充したレジャーバイクとして開発された。1977年4月5日発表同月6日に発売。R&P 輸出使用車タンデムステップに 注意形式名 CY50。サービスマニュアル上での形式名も CY50。パーツマニュアル上での形式名は CY50J。同じ形式名を有するノーティダックスとは、姉妹車の関係にあたる。社名の R&P は、ライドプレイの略で、乗って楽しみ想像する心を意味する。フレームは、交換ダイヤモンド型。エンジンは、 空冷4ストロークにバルブサイチェシー単気筒エンジン。タイヤは前後ともブリジストンレクタングル RE のリム計10インチ、幅4.5インチ。アップマフラーはベースとなったノーティダックスからキャリーオーバーである。組み合わされるマニュアルトランスミッションはノーティダックスの4速から5速へと変更された。サスペンションは前輪がテレスコピック、後輪は スイングアームであるが 50cc クラスでは珍しい5段階プリロード調整機能を装備する。車体面ではオーナー自身の手でモディファイを加えることが前提とされ、ステッカーエンブレムの類はイエローブルーのデザインステッカーとシート2枚を付属させる形が採用された。また本格的なレジャーバイクという観点から積載機能の充実を図り大型キャリアを 標準装備としたほか、シート高は乗りやすさを全面に押し出したことから 690mm とされた。標準現金価格12万8000、日本国内販売目標4000台、月以下のマイナーチェンジを実施カラーリング変更による、マイナーチェンジ生産中止。ありがとうございます。